ウィーバー。はい、どうも現代忍者タクです。ニーニーピョンピョンということでね、今日は検証企画です。はい、覚えてます？はい、誰の新統計パンチが一番効くんだ選手権、はい、ありがとうございます。福地くんの鋼鉄のボディを借りて、はいはい、ステマの北川先生、警部流の雨宮先生、そしてウェーブ忖度なしで優勝しました。ありがとうございます、はい、第1回新統計パンチチャンピオンでございます。ナンバーワンでした。ありがとうございます。で、ここで原点回帰です。はい、昔お腹に脂肪がたっぷりついてる人の方が浸透しにくい。お相撲さんとか聞きづらいよ、はい、あと丹田鍛えてるっていうのもあるしね、うん、丹田に弱いよ。逆に筋肉はこう浸透しやすいんだってことを言ってたじゃないですか。言ってました。それを今日検証したくて、筋肉の鎧を身にまとっている兵力を用意しております。素晴らしい。日本が誇るバルクモンスターって言われてるからです、うん、超人ハルクみたいな人呼んでるってことでしょ。効くんですか？ただね、ちょっと誤解があっちゃいなんだけど、うん、筋肉鍛えてる方でも丹田が強い人っているからね。そういう人は意外に耐えれたりもするから、はい、丹田がなくてただ筋肉鍛えてたら超効きます、うん、で、その浸透系のパンチって一般の普通のパンチと何が違うのかとかも掘り下げて解説していきたいなと思っています。ちょっとね、面白い方なんでお呼びしていいですか？うん、呼んでほしい。ずっとあの靴紐を結んでるけどね、のんびりと。さっきから自分のチャンネルをさっきやって、うん、いや靴履いてたのにいちいち靴脱ぐなよって言いたいぐらいだけど、まあ、我々もねちょっとね、あの仲良くなっちゃったんでね。仲良くじゃあお呼びしましょう。はい、北川勝也さんです、はい、どうぞ。いや、靴紐、靴紐何分かかってるのよ、靴紐研ぐのに。はい、じゃあもう一回改めて紹介させていただきます、はい、紹介してください。北村克也さんです。はい、はい、このフィジカルモンスター北村さんのですね、トレーニングの内容を普段どういうことをやられてるのかっていうのも聞きたいんですけれども、はい、よくトレーニングあるあるで、はい、ビッグスリーってあるじゃないですか、はいはいはい、例えば胸だったらベンチプレス、はい、足だったらスクワット、はい、背中だったらデッドリフトと、はい、ちなみにベンチプレスって何キロぐらい上げられるんですか？よく言われるんですけど、もうベンチプレスは6年、25歳で辞めて、はい、その時に体力測定を日本国立科学スポーツトレーニングセンターってところで、はい、測ったら240キロ。240キロで、デッドは背中ですよね。でもデッドが一番いったんですよ、はい、250ぐらいで、スクワットは全然いかなかったです。190ちょいで、けど俺でですらレッド195度ですから。いい、北村さんが立たないだろう。冗談です。はい、ただ昔あのね、あのめちゃくちゃ鍛えた時は、筋肉も鍛えてた時があった時は、確かにベンチプレスが多分100いったかいかないかぐらい。当時58キロだったんで、なかなかすごいです ね。一般の人って自分の体重以上上げたら結構すごいですよね。北村さんのね、怪力フィジカルをね見たい。ちょっとね、まずちょっとパフォーマンス見たい、見ていただきたい。今日実はですね、パワーボールってあるご存知ですか？ジムとかでもあると思うんですけど、私買ってきたんですよ、パワーボールを。はい、ちょっと待って。ちなみにこんな転がらないパワーボールあります？北村さん、50キロのパワーボールをですね、私沖縄から仕入れました。届きました。50キロ。配達員の方ね、大変だと思って取りに来ました。大丈夫かな、カチャ君？ちょっとカチャちゃん、はい、ああ本当に50キロなのか、ちょっと測ってみましょうか。はい、ちょっと乗せて。はい、 49.9 キロだけれども、柔らかいんで多少誤差はありますけど、でも50キロですね。これ50キロだね。これどうやって運ぶってやつだな。いや無理やろそれでは。いいね、背筋強くなるよ、背筋。よいしょ。はい、うわ、はい、50キロくらいで余裕でしょ。すかね、初めてなんで。あ、こんなんだ。おお、すごい。あ、でもすごい。おお、おお。あ、でもこれが限界ですね。あ、いいです、いいです、いいです。これ今ここまで持ってるじゃないですか。ここからこの真下にドンとちょっと落としてもらっていいですか？あ、はい、ドンで、はい、ドンと落としてもらっていいですか？力強くですよ。力強くですよ。はい、力強く、いや、おお、いや、おお、やった。地面が今
もう揺れましたよ。まあ、長野区民が今、口に浮きましたよ。トゥルントゥルン、トゥルントゥルン。何言ってるか分かんない。アシダ君、今体重何キロ？66ですね。66キロのアシダとかをこう持ち上げたりとかも、もうたやすいもんですか？トグロ、トグロ背負い。おトグロ、トグロ、いいですね。はい、じゃあ、もう、はい、無心で、はい、トグリ、はい、あ、ごめん、大丈夫です、ごめんなさい。ありがとうございました。で、ちなみにバックボーンレスリングじゃないですか、はい、そのまま足田にちょっとそのレスリング的な技タックルとか、はい、この体重でタックルされたらどんな感じなのかっていうのをちょっと思いっきりタックルしていい、思いっきりタックルしてみてください、はい、じゃあのそのレスリング仕込み の, そのタックルをちょっと見せてください、はい、お願いします。うわっ、うわっ、危なっ、これ木村さん今2割ぐらいでしょ。そうですね、試合の時は思いっきりいきます。ですよね。もし今のが5割6割だったら、このガラス突き抜けてる。危ねー、少しでましたか。さすが、さすが、さすが超人アルク、さすが超人アルクですっていうくらいフィジカルモンスターなわけですよ。そう。で、そこでその浸透系のパンチがこの筋肉の鎧の通用するのかってとこなんですよね。で、まずちょっと足田にも聞きたいんだけれども、一般の方からしてみれば、はい、浸透系のパンチと普通のパンチ、はい、何が違うんだっていうことをまず解説してほしいんだよね。自分の理解だとイメージが大事なんですよ。で、そのイメージっていうのが打点が表面なのか奥なのかなんですよね。普通のパンチっていうのは表面で打とうとするんで、相手の顔面だったり顔面の表面だから腕がそこ固まるんですよ。で、筋肉がメインに対して奥まで打とうとすると体の深部全部使って打とうとするんで、それが物理的に貫通はしないですけれどもダメージを奥に送り込むことができるんで、それが多分あの大きな違いかなと思います。師匠どうですか？全然違う。何違うのかよ。僕もでも足田と同じ考えでいます。合ってるとこもあるよ。人間の体って約80から90水分でできてるわけ。例えば格闘技だと顎を殴ったら、そう結局脳を揺らしたり、要はその骨にダメージ、相手の骨に脳とか人体の作りに与えるじゃん。そうじゃなくて、その90から80水だからこそ、体を柔らかく使うことによって体にある水分に波を揺らしてるわけ。その波で臓器とかを震わせる。なるほど。だから後から効いたり、後から気持ち悪くなったりとかするっていう。で、今まで浸透系のパンチって聞いたことあったり受けたことってあります？ おそらくないと思います。あ、今まで多分たくさんのパンチをもらってきたと思うんですよ。もらいましたね、はい。と、今から坂口が打つ浸透系のパンチ効くのか効かないのかっていうのも我々は興味があるので、あ、今からパンチを受けていただきたいんですけれども、はい、よろしいでしょうか？もちろんです。勉強させてもらいます。よろしくお願いします。嬉しいです。まず浸透系じゃないパンチってことで、タクちゃんが一回オーダーのボディをパンチしてほしい。わかりました。この流れは俺が山村さんの中殴って、あ、一般人の俺のパンチは効かないわ、ではタクちゃんどうぞの流れでしょう。やっぱりあの登録者がタクちゃんのパワー見たいはず、パンチを見たいですよね。確かに、やばいでしょうよ、こんなヘビー級に俺殴られたら。大丈夫？いや、大丈夫って、大丈夫か大丈夫じゃないかってね、いつも決めるけど、決めるの俺だから。じゃあ、もらわないんだね。もらう。もらうんだね。でも、このままいっちゃう。そう、うわっ、そうそう、あと、ちょっと、ちょっと、ここ。ここ。手危ない。おお、やばい、おお、やばい、おお、やばい、おお。あ、でも、はい、確かに。浸透系ではないから。大変だね。あの、なんか、エネルギーが。抜けましたね。ああ。で。よく俺いつも殴られるんですよ。で、殴られるときって、そしたら、どこおるんですよ。ああ、そうなんです。で、後から痛くなったんですよ。こっちに。マジですか？いや、軽く打つからね。はい。その、で、一番自分のここだったら耐えれるってとこどこ？でも、腹直筋、ここがいい。ああ、ここね。はい。ここね。ほっと。ちなみに何キロですか、体重？110、あ、絞っちゃったっす。115ぐらいになっちゃいました。オフは何キロなんですか？前回夏は130、137、そこから今絞って絞って今110。そうですね。でも110でお腹カッチカチなんだよ。すげえ。では
よろしいですか。何の確認だったんですか。まあ、この聞いたら分かるかなっていう。ああ、最後の分かるのね、挨拶。ではダクちゃん、はい、筋肉の鎧を身にまとったハルクに新東京のパンチは通じるのか、はい、検証よろしくお願いします。はい、させていただきます。これでまだ上なんですか。はい、ついな。今のでも今までもらってきた打撃系のパンチと新東京ちょっと違う。いや、レバー当たったら絶対倒れます。あ、まだ効いてます。痛いですよね。痛いです。じゃあちょっとだけレベル上げさせてもらいます、ね、まあ怖い、はい、では、はい、バルクモンスターに新東京のパンチよろしくお願いします。よし、おー、痛い。今耐えれたと思ったらグッときません。耐えたと思ったら最後に痛かった。あとから来たでしょ。あとから来てます、あとから来てます。やっぱり110キロのこのバルクモンスターにも A パンチの新東京って効くんすね。だから今直狙ってもらってるんで、ここだったりこうだったりしたら今日一日終わりますからね。あ、じゃあおかわりします。ラストラスト1個ね。ラスト1個。じゃラスト1個ですよ。ラスト1個。はい、だってこんなことできないんで。さらにこうラオウみたいな。ラオウまずラオウのポーズしてください。はい、ここだったらいいでしょ。我が一点の悔いなし、はい、おお、効いてる。これは違う。ああ、早く倒れろ倒れろって。ファファファって上がってきません。めっちゃ上がったっす今。今ね、今は波を上に上げたの。で、しかもウェーブと今めっちゃ気持ち悪い。ケーブルを合わせたウケーブルです。俺今2車輪なの。今までウェーブオンリーの回転力でやってたんだけど、今あのカゴって言って肋骨のウェーブを増して今2車輪で波を送るようになったのね。今座りたいですもん、早く。こうやってるのが 楽です。一番だから普通もらって少しずつ楽になったなんじゃなくて、残ってます、ね、どんどんこう嫌な気持ちになってきますね。どんどん気持ち悪いです。どんどん気持ち悪いです、はい、じゃあいいですか、はるちゃんに聞きます。坂口拓の新東京のパンチは効きますか、はい、効きませんか。よし、おー、効きますか効きませんか。もう効いてます。ということで、たくちゃん、検証結果はですね、筋肉の鎧を身にまとった超人ハルクに筋トレのウェイトパンチは効くという検証結果となりました。なってます。本当に今日、筋肉の鎧で自分大切な筋肉ね、自分のパンチでこう受け答えてくれた、うん、やっぱりハルちゃんにね、感謝の言葉をありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。実はですね、ハルちゃん、もう一個お願いしたいなと思いました、ね、うん、はい、福地優斗という男を知ってますか。高熱のボディを持つ、要は今のハルちゃんに打ったパンチの多分3倍ぐらい強いやつを打ってもへっちゃらなやつがいるんです。で、アメリカにですね、180年前からいるフランクリン・リチャードって言って、うん、お腹殴っても効かないよって最終的に行き着いたところが47キロの弾、大砲でお腹に打ち込む。マジで？それでも効かなかったんですよ、うん、で、180年越しにですね、この日本人がその歴史を塗り替えようと。で、さっきパワーボール50キロございましたけど、 なるほどあれを福地優斗君のお腹にドーンと大砲役になっていただけないでしょうか。ぜひ。よし、よし、じゃあタクチャンネルに新たなキャラクターが来たぞ。はい。じゃあね、これね、大砲役にもなっていただけるということで、うん、今から福地優斗君の道場に行って、うん、ドーンと、うん、ね、ハルちゃんにこう打ってもらって、そう、野獣のハルちゃん、うん、皆さんね、リンクの方を概要欄に貼ってます、うん、すごく可愛く、うん、面白い方なんで、我々仲良くなりました、はい、その模様はですね、うん、ハルクの方のチャンネルを見ていただければ分かります、うん、はい、はい、それではチャンネル登録よろしく。